漫画マンが語ります。今回紹介する漫画は最終兵器彼女、高橋真先生の作品です。連載期間は2000年から2001年、ビッグコミックスピリッツで連載されていました。最終兵器彼女は漫画で全巻買って、それを知人にあげて、その後電子書籍版を全巻買いました。さらに2ページくらいの後日談のためにビッグコミックスピリッツの記念号を買ったくらい好きです。高橋真先生の作品はどれも好きですが、特に好きなのがこの最終兵器彼女です。内容はというと、高校生カップル千世と修二の恋の話、コメディ要素も結構あります。現代の日本、北海道が舞台なんですが、読んでいると戦争中であることがわかります。そして知性の体がなぜか改造され最終兵器になってるんです。そんなわけあるかいですが、そこは受け止めてください。というのも、知性が最終兵器であることを含め、戦争部分はさほど重要ではないんです。とはいえ、メカと少女っていうのはオタク心をくすぐる要素ではあると思いますが、まあこの漫画で中心にあるのは恋愛部分です。だから世界戦争は恋愛部分を色濃くするための装置だと思ってもらって問題ないです。多分戦時中という緊張状態だからこそ恋愛感情は大きく動いたり、はたまたどんな状況でも変わらずの恋愛感情や恋愛問題であったり、あと可愛い話のようでいてはっきりとした性描写があるので苦手な人は避けてください。個人的には最高の漫画の一つなんですけどね。そして最後、ぶっ飛んだ終わり方をするんですが、そこもいいです。男性の多くは理想のパートナーの女性を聖母のようにイメージしたりすると思うんです。この作品の知性がそういう存在になっていると感じ苦手な人がいるようなんですが、私はそこまで感じないですし、仮に一般的な女性とは多少違っても知性みたいな女性だっているでしょうし、何の問題もないと思ってます。最後になりますが、世界系の代表作品でもある最終兵器彼女、おすすめです。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。